昌平林は中国新末民発の学者、思想家、革命家。本名は学上。字は舞宿。号の不都支援でも知られる。侵害革命を思想面で支えたことから、孫文、高校と並ぶ革命三尊の一人として尊崇される。中国の伝統思想をナショナリズムのもとに論じたことから、国学大使とも形容される。 1869年1月12日、石膏省、あまりくい県で、地主の家の四、男として生まれる。幼少より、母方の祖父と父から、儒学の手ほどきを受けた。1890年、甲州にある書院、故郷商社に入学する。故郷商社は、元元によって建設され、大臣に由来する、官派交渉学の伝統を継ぐ書院だった。 昌平林はそこで、ユンに指示し、古文系学や史学、音韻学、訓古学などの小学を習得した。なお、昌平林は、科挙のための学問を軽蔑していたため、科挙を受験していない。昌平林は、もしも時代が違えば、革命とは無縁の学者として活躍したであろうが、あたかも、古縁部の後を追うかのように、半身活動に人生を捧げることになる。 1895年、人生の転機が訪れる。この年、日清戦争の敗戦とそれに伴う下関条約の締結は中国の知識人たちに衝撃を与えた。昌平林はこの年に結成された教学会に参加する。通用学会は、公有意、両慶長、丹次童らによる立憲君主制としての恩憲的革命を主張する政治団体であり、 昌平林はその期間し、事務法でジャーナリストを務める。昌平林は、事務法に2編の記事を寄稿し、変邦派として1年半ほど活動する。しかしやがて主張の総意から、変邦派から距離を置くようになる。1898年、変邦派を入れた、高所定が改革が実行するも、生体校、遠征外ら保守派によって鎮圧され、変邦派が処刑。 弾圧されるという事件が起きる。昌平林はすでに返邦派と距離を置いていたが、弾圧が自分にも及ぶのを避けるため、台湾を経て日本へ亡命する。日本では同じく亡命中の両警長と再び交際するとともに、明治期日本の学会を通じて西洋哲学やナショナリズムについて学ぶ。また、両警長を通じて孫文を紹介されるが、 この時はごく軽い交際に終始した。昌平林は、その後、日本と上海を往復しつつ、返邦派と対照的な革命派として、急進的革命を主張するようになる。上海では、皇位の別の弟子で、後に自立軍機器と呼ばれる武装決起を準備中の、東西常との面識を得る。その縁で、1900年6月、上海において開催された、中国国会に、 小平林は参加する。東西常はこの会によって、偏方派と革命派の協力を拡作しての開催であったため、その会規則には双方の主張が採用され、種族革命と勤労という相矛盾する要素が併記されていた。ここで示す、種族革命とは革命の主体を民族に置くもので、具体的には満州人に対して漢民族が行う。 民族革命を指す。また勤労とは、高所定に忠誠を誓い立憲君主政治立のために、動くことを意味した。種族革命を主張していた、昌平林は、勤労の方針は承諾できる内容のものでなく、以後中国国会に出席せず脱会している。そして弁発を断髪し、革命派の騎士を鮮明にするに至る。そしてこれ以後、 昌平林は、偏方派の影響を完全に払拭し、革命派の主要論客として活躍することとなった。昌平林が偏方派と完全に決別した時期は、義和団の乱の時期に重複する。この時変は、西大港や一部の高級官僚の保守派により、先導された民衆による外国人襲撃であったが、列強諸国の出兵により鎮圧された。民衆を先導した。 新朝の代償は大きく、巨額の賠償金の支払いや外国軍隊の北京、中流認可が、講和上となった。これに、危機感を覚えた政太公等の補修派は、戊術変法を模倣した、高所申請を実施したが、革命運動が衰退することはなかった。同時期、孫文らは、回答や新軍内部に、革命思想を浸透させ、次々と武装放棄を実行、他方で、 小平林はもっぱら言論により革命に参加し革命が不可避であることを宣伝した。その言動が新朝政府による取り締まり対象となると日本に亡命し、そこで孫文や二十歳から山と交友を深めている。1902年、シナ亡国242年記念会を東京で開催する計画が立てられた。シナ亡国とは南明略定政権の滅亡を指し、 開催予定日は、明数帝帝が自殺した日であって、それらを記念とすることにより、満州王朝への復旧心の先導を計画した。会の宣言書は、昌平林が起草したが、その内容は革命遂行を提唱するものであった。申告講使の要請により、明治政府は当日になって記念会の開催を禁止したが、これ以後在日留学生の多くが、廃満革命になびき、 革命結社が続々と結成されるようになった。上海に戻った昌平林は蔡玄梅が結成した愛国学者に参加し教師となった。そこで革命軍を表した数広氏と出会う。この時スーはわずか19歳であり、その革命軍は革命を来参し、廃満復旧を強く表明したセンセーショナルな書籍であった。両者はその思想的総似点から、 密接な関係を構築するに至っている。昌平林自身は1903年6月、皇位を爆して革命を論ずる書を雑誌、素法に連載した。これは皇位が海外の華強に対し立憲こそ中国が取るべき道で革命は非であると説いたことへの反白の論説である。革命軍と革命を論ずる書は公然と慎重だと主張するものであり。 知識人への大きな反響を呼んだ。そのため、ス広氏、ロ昌平林もに逮捕されるに至る。獄中、ス広氏は死を迎えるが、昌平林は日々仏教書を読んで耐え、3年後に釈放された後、再び日本へと亡命した。祖法事件により、昌平林の知名度が高まり、ス広氏の革命軍と昌平林の革命を論ずる書は、 知識人の間に広く知られるようになり、特に小平林の文章にしては非常に読みやすい文体であったこともあり、双方を合わせて小数合国というタイトルで刊行された。1904年、再現場及び東成明が中心となって、石膏小出身者を中心とする革命団体である幸福会が上海にて結成された。設立には、 国中の将平林が深く関与していたとされる。なお、幸福には慎重によって従属せしめられた中国で、光輝く中華を再度服するという決意が込められている。1905年8月、宮崎東天、東山光北一騎といった日本のアジア主義者の協力のもと、東京にて幸福会、花協会、高中会を統合した中国同盟会が、 孫文を代表として結成された。昌平林は亡命後ただちに入会し、その帰還し、民法の主筆となって、種族革命を拒翠し、偏方派、両継承の、新民双方と論戦を展開した。またアジアにおける非侵略民族にも目を向けて、その団結を図り、足間かずちを発起した。しかしやがて、昌平林と孫文両者の革命の方向性、すなわち、 種族革命志向と西洋的な民権の確立への志向の相違が明確になると尊文派と疎遠となり、1910年に改めて幸福会を立ち上げ、同盟会とは対立するようになる。1911年10月10日、武将放棄を起因として侵害革命の成功を知った昌平林は直ちに帰国した。その革命宣伝の功績により、民国政府より、 君一党が授与され、孫文、高校とともに革命三存と称されることとなった。しかし、革命軍を来れば、革命党を計算と述べて中国同盟会の解散を主張したり、中華民国連合会を組織したことが原因で、孫文との意見対立が生じたため、遠征外に期待を寄せるようになる。侵害革命直後、孫文らの南京臨時政府と、 遠征外の北洋軍閥との間で中華民国の主導権をめぐる清掃が行われた。争点の一つが首都問題であり、双方が自らの政治地盤への首都設置を要求した。先の統一党は遠征外を擁護して首都を南京ではなく北京に置くことを主張し、そのため昌平林は高等顧問や東北光偏氏に任命された。 しかし1913年4月、総教人が遠征外によって暗殺される事件が発生されると、張平林は遠征外より帰り、孫文側の勢力と合流し、遠征外打倒の活動に参加した。その後北京に戻ったところを遠征外により逮捕され、3年間の南京と長女の自殺に遭遇しながらも遠征外側に参与することはなかった。1916年に、 五法運動が発生すると、翌年、昌平林は北京を脱出して、この運動に参加、孫文の軍政府秘書長として、関東省、雲南省、四川省、湖北省を転戦した。湖北から上海に帰り、政界を引退した後は、政体は中央集権よりも連勝自治が望ましいとの主張をし、北洋軍閥及び、孫文双方の統一に反対した。 1919年、パリ講和会議において、三島におけるドイツの権益が中国に返還されず、日本に移情されることが、両警長によって知らされると、日本に抗議する学生運動が発生した。この運動に連動して、サイエンスとデモクラシーを旗印に、受教批判を行い、また白和による文章の表現を主張する新聞化運動が展開されたが、 この時秋平林は、国粹、御事高度教を唱え、かつ国教合作や、らねにわか、らねども、不助農耕政策に強く反対した。これは、昭平林は、中国共産党に強い危機感を持っていたためである。そのため五十四運動の代表的な論者からは、白眼視され、かつて敵対した、こうい意とともに保守反動と批判された。この頃、上海を訪れた。 日本人を客人として、しばしば迎えている。1921年には、芥川龍之介と会談し、1930年には、後に、中国語学の権威となる、倉石武史郎を迎えている。なお、1913年には、有国なしと結婚している。有国なしは、同時代の周期にや、孫文夫人のロシノブ帝、総慶礼らとともに、 新外革命期の列女、中国の女性運動家の源流として知られる。1931年に満州事変が勃発してからは、蒋介石の案内状外政策を批判し、抗日救国を唱えて日本への抗戦を積極的に主張した。また、五十四運動の時とは異なり学生運動を擁護した。1934年、蘇州に移住し、翌年には、 秋田市国学講習会を起こして講学する一方、国学の保護を目的に雑誌、聖古等を発行した。1936年6月14日、69歳で死去。遺体は、公衆市聖古南平山のふもとに埋葬された。現在その近くには、小田園記念館が建っている。小平林の論的は多いが、とりわけ論戦を交わしたのが、こういう意。 両慶長ら変方派である。昌平林の思想は彼らとの論争を通じて形成されてきた。今文と古文形学を思想基盤としていても、両者の学派は異なるため、おのずと思想も異なってくる。行為は今文、供養を学部を、昌平林は古文形学を報じるが、両学派の傾向の相違は、供養学派は六教を、教とみなし、左言派は、 しとみなすと説明されることが多い誤解を恐れずに言えば供養学ぶの方がやや宗教的な傾向が強く左元派は実時急勢を志向していると言えるこうした傾向を最大限展開したのが後位の立憲改革論それに対する正平林の種族革命論である後位は当時スタンダードとされた古文計学の継承春秋冊子伝が全末。 新たの学者、竜によって偽造されたものであって、今分、供養学ぶにこそ、講師の真意が正しく伝えられていると主張した。さらに、公儀は、講師の真意とは伝統を維持保存するのにあるのではなく、むしろ改革こそが、講師の行わんとしたことであるとし、実は六教は講師が、修行団に固くして書いたものだ、という。言うまでもなくこの意見は、マイナーなものであって、 正当な計画とは言い難い。こうした、突飛なことが言えるのは、行位が交渉の堅実な積み重ねによらずして、微こと大義に依拠しているからである。微こと大義とは、経書のわずかな軸に、孔子の隠された真の意図が込められていると考え、それを読み取ろうとする解釈法である。非常に解読者の主観が忍び込みやすいと言わねば、ならない。いう意によれば、 孔子の真の意図とは、要するに、立憲君主制や自由平等な社会の到来であったとされる。端的に言えば、幸運の孔子とは、社会制度の改革者と宗教的な預言者を兼ね備えた存在であった。他方で、新末交渉学において、孔子はすでに独尊の存在ではなく、牧師等の他の諸子百科と同じ地平にまで引き下ろされていた。 孔子の真の教えを交渉でもって探ろうとした、交渉学は、皮肉にも、孔子の成人性を演じ、諸子の一人としてしまったのである。そうした新末の思想状況にあって、孔子改正を唱えるためには、六教を呼び、それを表した孔子は神秘性を帯び権威を持った存在であらねばならなかった。かくして、行為は儒教に、孔子教という新たな呼称を与えて、 儒教を宗教化する運動を推進したのである。しかし、儒教宗教化は単に改革政党化としてのみ、起されたのではない。政治制度や価値観を例え変えても、普遍的な精神的支柱たとえば西洋の、キリスト教や日本の神道のごときものマイナスが、国家にあらねばならないという意識も背後にはあった。いずれにしても幸運は、計画、 孔子のイメージを大きく書き換えようとしたと言えよう。他方、昌平林は、粒子、春子祝弟子という印を使用していたことからも、知れるように、古文経学の都である。昌がはじめ偏方派に組みしていたことは上に述べたが、その中で次第に、供養学ぶとの際を意識するようになり、その後、差子伝の民族主義的部分をことさらに強調し、対抗するに至った。 昌平林は六教聖典ではなく、歴史と捉える。よって、孔子や継承に神秘性は、全く不要であり、当然孔子教という発想にも、猛反対する。そして、美子と大義の解釈申請を取り上げ、孔子改正は、実質、安子改正に過ぎないと非難した。しかし昌平林にとって、歴史として六教を解することは、 決して継承及び講師への権威が損なわれることを意味せず、むしろ尊敬のゆえんに他ならない。また民族に歴史を与えた講師は、間違いなくそれだけで不及の存在であった。なぜなら、歴史こそが民族に文明と伝統がいかに作られたかを知らしめるからだという。そして昌平林はここから、講師及びその後継者は、 漢民族の輝かしい中華文明の自責を書き留めて、きたが、その継承者たる、漢民族がいてきたる、満州族の足元にひれ伏して良いはずがない、と考えを推し進める。ここに至って、昌平林は、古文系学から文明とはすなわち国粋という概念を抽出し、それを降伏するために、種族革命を衝動するに至るのである。こうした思想は、 古文経学からのみ導き出されたのではなく、交渉学の一学はたる、説盗士学、とりわけ小学誠の、六教見なしという考え方に影響されたためだと言われている。この説盗士学は、民族主義的である点がその特徴の一つであって、昌平林の種族革命はそれに助長された部分があると思われる。満州族支配をめぐって慎重は言うまでもなく、十七世紀に、 満州人が打ち立てた王朝である。その満州人支配をどう解釈するかも、将平林と行為の間に横たわる大きな際であった。二人とも計画によって語る以上、それは必教会思層の基準は何かという点に行き着かざるを得ない。供養学ぶには、社会が進むにつれて、中華と遺敵の際が解消していき、最終的には大党に至るという理念がある。 公儀はそれを漢民族と満州族に当てはめ主張した。公有意によれば開始層における花とエビスの違いとは文明化や万化の違いであるという。従って今の満州人は教家、霊学、言語、服飾いずれも漢民族と変わりないことから同一のものとみなすべきであり、皇帝が満州人であっても何ら問題ない。さらに満漢省を争うこととなれば、 内戦とならざるを得ず、それは中国のためにならない、つまるところ、満貫不文君民一体をもって、丁矢としたのである。これに対し、昌平林は、会の別は民族にあり、ということを強く主張した。それは、左伝の、我が族類に、膝ればその心必ず異なるといった、民族主義的な箇所をよりどころとするものだった。また、文字の極のごとき、 新朝初期の火星を思うとき、の心は平成でいられなかったためでもある。皇位は、満州人はすでに、漢民族と同化しているというけれども、満州語を保持し、固有の宗教観も持っている。何よりも弁発は、漢民族も行うが、これは支配需要の証として強制されているだけで、あって本来漢民族固有のものではない。 つまりこれは同化ではなく抑圧であることの証拠に他、ならない、よって、漢民族は、満州人に復帰せねばならないと章は主張した。一言で言えば、駆除脱取り子をテぜとすべきと説いたのである。章平林の主張は、侵害革命以前にあっては激烈そのものであったため、周囲と摩擦を引き起こさざるを得なかった。彼が名治有の門下であることはすでに述べたが、章が、 種族革命の騎士を鮮明としたことで指定の間には亀裂が生じた。すなわち、唯一に不幸不中は人類に、ひざるなりと失跡、破門され、他方省も、写本誌を書いて、誌と絶縁するのである。改革か革命か列強に圧迫される現状を、好ましくないとする点では同じであっても、満州族支配をめぐって激しく対立する両者の政治法とが同じであるはずはない。 公儀は満漢不文を唱えたが、それは満漢両民族ともに列強に圧迫され存亡の危機にさらされており、その意味では運命共同体に他ならず、この危機を乗り切るにあたって、公儀に従い政治改革を進めなければならない、と安氏は言う。公儀とはすなわち社会進化の法則であって、具体的には立憲君主制を経て共和制へ進む過程を指し、 その順序を超えて、アメリカやフランスのごとき、共和革命をいきなり行ってしまえば多大な流血を余儀なくされ、列強に付け込まれてしまう、という主張であった。後日返報が失敗に終わり、新朝から資格を差し向けられても、行位が革命に傾くことはなかった。それどころか各国政府に働きかけて、高所定の範囲を阻止し、 歩行会を設けて海外から立憲運動を展開するのである。一方、昌平林は立憲君主制を採用すれば流血の事態とならないという行為の主張に反論する。彼はそもそも頼りとすべき、公所定は打弱であって頼むに足らないために、行為の構想する上からの改革は必ずや流血を招かざるを得ず、であるならば革命の方が簡便である、というのである。 ヨシン場立憲君主制が成就しようとも、議会には上下に委員を設けるが、その上院には満州人の貴族たちが居座り、真の改革は行えないであろう、とも昭は述べる。さらに、皇位の皇位に対し、昌平林も進化と革命を結びつける。すなわち進化とは生存競争であるが、その生存競争により樹は生じ、その競争の主体は革命であらねばならないとする。 そして革命によって、共和と民主の世を将来せねばならないと訴えるので、ある。ここで注意を要するのは、革命という言葉が現在我々の使う意味での革命と同義になっている点である。新末まで革命は液性革命を指していた。つまり玄君主に対心性の君主がとって変わることで、変わったとしても君主性そのものはあり続けることが前提とされるものだった。 しかし、新末以後、孫文や昌平林が使用する革命という言葉は、政治体制の変更も視野に置いた革命であって、意味が現代的に変化しているのである。こうした言葉の変化は、西洋と接触した新末の状況によるものである。国学の体制昌平林は、革命事業のただ中に身を置きながらも、交渉学を骨格として、諸学門を昇華し、国学を体制した。 その中に、中音寺母の発明、中華民国という呼称の制定、中国語諸法庫等を音韻学と結合させ、新分野を開いたこと、大新、申しやざ義書賞の思想的意義の検証等がある。また多くの優秀な行進も育成している。例えば民国期の北京大学の国学系教授は、ほとんどその門下で占められ、学抜を成していた。昌平林が、 国学大使と称されるゆえんである。こうした国学の誕生は、欧米学問の刺激によるものである。新末に、欧米から新学問が流入し始めると、伝統的な学問に波紋を広げるようになる。すでに述べたようにもともと新朝交渉学は、その一部門である諸子学を発展させ、孔子や六教の生成を、 希薄化する方向に進展してきたが、それが19世紀における外からの刺激によって一層加速した。列強が、布国強兵であることの背後に中華とは異なる価値観、学問体系があることが認知され始めたからである。これを受けて、伝統学術は再編成を余儀なくされたが、その試みの一つが、高位の儒教の宗教化や、解説であり、昌平林にあっては、 国学の体制であった。昭和国学によって、中華の伝統、歴史を再発見し、民族の誇りを呼び起こそうとしたのである。このことから昭平林の深い部分で、種族革命と国学の体制が通定していたことが、わかる。その著作の多くはあまりに難解な文章、思想で綴られていたために、島田県次に、戦学我々のごときにはほとんど苦闘も切れぬと。 言わせたほどである。ところでこの国学は新朝交渉学がそのまま拡大し成立したものではない。国学には以下のような演言があると言われる。湯からの古文経学、小学、諸子学高葬儀、万角道、前祖望む、小学誠からの説盗子学、冷静の学、通り点、文献通行の学用文解の新末古字仏教からの有意識。 王将の仏教哲学西洋、明治日本からのドイツ関連論、社会進化論上記のような諸学問が密接に接合することで国学は誕生した。特に小学の分野では、新方言や文始めのような画期的な成果を世に残した。また、国古論校や県論にも多く小学の研究が収められている。この領庁については、後に、 国古生理運動を推し進めた古敵は、分身潮流や、質運に危険する著作として激賞している。昌平林の小学研究は音韻を基礎に据えたもので、あって、文字はまず音があってその後に、字型が作られたという。さらにそれまでの伝統的小学と異なるのは、こうした小学の成果を、歴史、社会研究に、積極的に活用した点である。これは、 漢字が表意文字であるからこそ可能であった。例えばある文字が古文や大点にはなく、焦点にだけあるとすると、その文字が意味する概念は大点を使用していた、時代にはなかった、というふうに論ずるのである。小の構想した国学にあって、小学はすでに経学を単に保管するだけの学問ではなく、独自の存在理由を主張する学問であった。すなわち小学は、 国学の一翼を担った時点で儒教の首引きを脱資近代的な言語学へと変貌していったと言えよう。ただ昌平林は甲骨文字の存在を承認せず発見されたと称するものはすべて留学の偽造だと断じたため、この点は羅神玉や王国依頼によって訂正されなければならなかった。またその他の業績としては仏教哲学を用いて解釈した諸子学がある。 昌平林は仏教哲学によって創始思想を解釈した生物論釈や創始解釈を表した。昌平林と仏教養分会によって仏教は新末に再び盛んとなり行為や単粒道をはじめとした革命家たちの間で広く流行した。昌平林もその一人であったが彼が特に好んだのは唯心哲学とも形容される唯意識などの史弁的な仏教であった。 知人の総広氏や夏祖由良に勧められたらしいが、本格的に取り組んだのは、イケル法事件で捉えられていた期間に、生于意識論や、湯菓子辞論といった仏教書を読破した以降であるようだ。小平林によれば、有意識は実証分析的かつ理論的である点が、交渉学に通ずるという。有意識に深く傾倒した。 小平林は上に記したように諸子学研究に活用するなど、彼の学問、政治論全般にその影響は見られる。論的、行為が儒教を完全に宗教化しようとしたことは述べたが、小平林も中国に宗教が必要だと思う点では同様であった。というのも、革命の失敗の原因は、担い手の道徳腐敗にあると考えていたためである。 そこで、昌平林は、比較宗教論的な観点から、その道徳の大敗を正すために仏教が宗教として適切だとした。孔子教は論外であった。儒教には復帰力を求める伝統が染みついており、採用はできないとする。また、キリスト教は西洋には良くても中国には益はないと言う。今、中国にあるキリスト教はヤハワイを信仰するのではなく、 実は西洋を信仰するに過ぎないにせ、キリスト教であって取るに足りない。また、真のキリスト教もローマ帝国の例を見ればわかるように、野蛮な国が採用すれば進化するが、中国のような文明国が信仰すれば退化する、という。なお、しばしば対立した孫文は、当時の中国の知識人としては珍しく、クリスチャンであった。結局、章が推奨したのは仏教であった。 種族革命と仏教の取り合わせは一見キーに移るが、昌平林は以下の理由で問題ないとする。すなわち仏教は平等を重んじて奴隷根性を去り、平等を犯す者を排する戦いを承認する。したがって、満州族と漢民族間、あるいは君臣間の不平等を一掃することになん不都合はないという立場なのである。革命道徳の話に戻せば、仏教は、 アマネクス主張を、どう頭、目、脳髄、一切を主張のために捨てるを辞さないという自己犠牲精神を願目とするために今の世にふさわしいと、昌平林は言う。彼は、こうした仏教の平等性を強調し、口述する社会進化論の影響で、当然視されていた弱肉強食にことを唱えようとしたのである。こうした昌平林の仏教への尊数の念は、 ご無論のような遠征主義的な文章を時に書かせた。すなわち当面は民族主義を掲げるが、やがては無政府、無呪楽、無人類、無主張、無世界に至らなければならないという。つまるところ、章は、個々人が多種多様であることを許され、かつ自立して他者を侵害しない世界を理想としていた。これは、当時一世を風靡していた社会進化論の描く。 理想教とは異なる世界と言えよう。仏教はこれに対抗する強力な思想的、武装だったのである。西洋、日本からの影響ナショナリズムは、小平林が国学を作り上げる大きな動機となっている。ただし、西洋の学問を拒絶しているわけではなく、その著述を開ければ、至るところで、フィヒテやカント、ショーペンハウアーなどに言及している。 日本の主張で似ているものを挙げるとすれば、三宅節礼や詩が茂田からの結社成協者出版の雑誌日本人が唱えた国水保存であろう。成協者のメンバーは東京英語学校や哲学館出身の者がほとんどで、彼らは国際社会の中における国水の発用を主張していた。実際、昌平林の国水という概念は、 生協者から影響を受けたという研究もある。上に挙げた西洋哲学者にしても、その学説を知ったきっかけは日本に滞在し、その翻訳を読んで知識を仕入れた可能性が高い。昭平林に限らず当時日本にいた中国人は、明治日本を経て西洋思想に触れたのであって、西洋思想という光を一方から受けて、別の方へ照射するという意味で、明治日本は、 思想のプリズム的役割を果たしていたことになる。社会進化論も明治日本を経由して昌平林に影響を与えた学問である。社会進化論は1895年に原福が天炎論で中国に紹介し一大ブームを起こしていた。一方で天炎論の古風な文体は読解が困難だったこともあり、出版社が日本語に翻訳されたものを再度、簡略したり、 日本人社会学者の著書を翻訳していた。その翻訳を担ったのが在日の中国人たちであり、昌平林はその一人であった。彼は日本に亡命した際、両慶長の紹介で岸本信太の社会学を翻訳し、1902年に交差都市書局から刊行している。この本はハーバート・スペンサーの社会進化論に則っ,って書かれたもので、昌平林はこの本より、 種族間生存競争に勝つためには国粋への誇りを胸に宿して、同種族が固く結束し、他種族に対抗しなければならない、という社会進化感を獲得した。もっともそれはストレートに授与されたのではなく、従前の仏教によって修正されている。すなわち社会進化論では、往々にして、進化とは、悪が善事なくなり、変わって善なるものが増加する過程だとされる。 これに対し、章は、共分進化論において、進化とは善なるものも、悪なるものも並進して進化するのだという。今の人類は、太古のそれより生活は豊かになったが、文明の力によって、多くの同類を殺戮できるではないか、というのである。日本の土を三度踏んだ、章平林は、日本と浅からぬ縁があることは言うまでもない。清朝からの追っておさけた先が日本であったし、 西洋知識や物典を獲得したのも日本であった。しかし同時に新朝の依頼とはいえたびたび革命活動を明治政府に妨害され、文部省が新国留学生取締り規則を交付したために友人の陳天下が自殺している。さらに日本が大化21カ条要求や満州事変などを行ったこともあって、これが昌平林を日本嫌いにしたと言えよう。 これに対し日本側も、その気境ぶりを上げつらったり、西洋哲学の理解が一致反壊だとする批判を展開した。芥川隆之介は、1921年に大阪毎日新聞の海外視察員として上海に滞在していた際、当時54歳の小平林と会談しており、その風貌について次のように書き残している。死の顔は決して立派じゃない。 皮膚の色は、大気色である。口ひげや顎髭は気の毒なほど薄い。突骨とそびえた額なども、こぶではないかと思うくらいである。が、その糸のように、細い目だけは、上品な縁なしのメガネの後に、いつも冷然と微笑した目だけは、確かに出来合いの白物じゃない。小平林が、遠征外に捕らえられて、なお生きていられたのは、この目の鋭さのためだと述べている。 小平林は気候が多いことで知られ、風刺と風された。種族革命に心血を注ぎ、偏方派に徹底した批判を加えた、革命家の熱情が時として偏方派以外にも向けられたためであろう。すなわち、孫文を通馬し、54運動に反対し、白和運動にも非難を加え、学術方面では、甲骨学にもことを唱えた。また、日本及び、 日本の学者にも批判の矛先を向けている。革命事業においてその熱情は反骨精神として評価されるが、それ以外に向けられた場合には頑固な保守、あるいはアナクロニズムと評されることが多い。小平林表を聞く限り、周囲に緊張を敷いて、ある種地下よりがたい雰囲気を持つ人物だったかのようだ。露人は青年期に留学生として日本に滞在しており、 1908年、弟の修作人らと共に、東京小石川の昌平林邸にて、説問会時の講義を受けている。露人は、当時の昌平林について、上述の気候録とは、対照的に恩和な人物として改装している。露人は、同じ石膏出身の昌平林を尊敬していたようで、先生の業績は、革命史に残るものの方が、 学術史に残るものよりもきっと大きいであろうとの表を下している。また、先生のにこやかな音量は、今もなお目の当たり見るごとくであるのに、講義していただいた、説問会時の方は、一句も覚えていない、始末なのである。お偉方にはとかく向かっぱらを立てられたが、学生に対しては実に優しく、家族や友人と同様に気軽に談笑された、真面目かと思えば、 冗談を飛ばし、ニコニコ抗議をされるとも10回している。周囲の厳しい将平林票を当然承知したと思われるが、ジ人は、ニコやか、冗談を飛ばしと形容しており、ここに、将平林に対する深い敬愛の念を感じ取れる。ちなみに、将平林とジ人の指定は、同年に亡くなっている。そして上に引いた、文章、太子園先生に関する二三のことは露人が亡くなる。 わずか10日前に書かれた絶筆である。儒教や漢文、歌卓とは無縁の、チベット仏教やイスラムの地が、中国の不可分の国土であるなら、制度文物をことごとく話せに従ってきた朝鮮は、なお一層中国の不可分の国土であるのは、当然であり、昌平林は、チベット、海部、猛虎は住民に任せてよいが、朝鮮とベトナムは必ず回収しなければならないと、説いている。 ありがとうございます。